半額セールで中華製の馬を買いました。どうも皆さん、ペペシペです。嘘はつかないでもらいましょうか。やあやあタイガーやで。今回は私の動画提供となりますが、クーさんとか頭おかしいカツボンボンマンとは違うってことだけ初めに言っておくわ。さりげないディスりっていう。今回は9周年の半額セールで買った WMA301 って軽戦車を使っていくぜ。この車両は半額の時に買おうか悩んでいたけど、かなり強いのね。強いっていうか、この1車両で高ランクに必要なものが全て詰まっている。サーマル、APFSDS、タンデム、スタビ、快速、こんないいとこ取りセットみたいな車両は強すぎて使っていない人がいないことに驚きだよ。まあちょくちょくは見かけていたけど、この車両を積極的に使っているプレイヤーってのは少ないな。この1両さえあればコーギー R での戦いはやりやすいね。適当にやっていても6キルは余裕で取れちゃうと架空さんが言ってたな。てことで、この車両のスペックをドーン。装輪車両なんだけど、なんで軽戦車扱いなのかがわからない。装甲が薄くて戦う車だから軽戦車って理論。弾薬はかなり豊富で VT 新艦の砲弾まであるという。あ、バットン倒し損ねしまった。一旦引くか。はい、そんな弾避けちゃうんだよん。今君撃ったってことは僕のちょっと待って、君がいなんて聞いてねえよ。それでも倒されないアタッシって天才だよね。シャッチョさんお亡くなりになっているから。シャッチョさんは複合走行です。これ頭出したら倒されるよな。よし、奥にいるセンチュリオンは鉄の缶桶や。で、隣にいるパットンをどう対処するかな。こっちの位置はバレているだろうな。センチュリオンは燃えて倒せたから、パットンだけだから倒しちゃうかの。弾薬固有爆は馬強いだわ。さて、まだ敵がいる感じかしますねー。お、今何か動いたの。安定のパットントン。この車両からしたらパットンなんて神同然なんだろうな。APFSDS の前じゃそうなるね。被害与えた敵は味方に倒されちゃったからアシストになってしもうた。そして反対側にいる敵はどんな感じかな。サーマルだと本当遠距離でも綺麗に敵が見えちゃうな。差がちょっとしかないところは通常視覚的には見えにくいけど、サーマル使った時点でほとんど無意味になるからね。ただサーマルに慣れすぎると低ランクでも殺敵ガッパガバになるんだよね。それはあるねー。サーマル慣れちゃうとちゃんとした死人ができないのと、死人していたとしても見逃すことが多々ある感じだね。オッケー、ストアグは倒して右側に何回治療いたのは見えたけど、あ、まだおったんかい。こっちの位置は把握しているみたいだな。突拠している間に倒しちゃうんだよん。これで対岸の敵は一掃できたかな。あばばばば、そんなところになんて敵がおるねん。そして被害がタイヤぐらいという。タイヤが壊れたところで多少は動くことは可能なんやで。ふぅ、ヒヤッとしたけど弾薬込み爆で馬強いですわ。修理を終えて C 拠点ぐらいまで来ちゃったで。敵の前線はほぼ壊滅状態って感じだな。もうほとんど防衛と B 拠点を裏取りとかして取ろうと頑張っている感じだね。お、何か動いてますねー。弾薬込み爆で馬強いやで。敵が徐々に B 拠点に詰めてきてますねー。というか味方が突っ込みすぎて前線が蒸発したっていう。そしてなんかチラッと見えたと思ったら、パットンの弾薬小口抜いちゃったわ。うまちょいうまちょい。この様子だとまだ敵はいる感じがしますねー。あの肺炎は敵の車両かな。 C 拠点近くの味方が倒されたから多分敵車両じゃね。あ、動いてますねー。いいですねー。そのまま私のキルになってくだし。そして APFSDS 打ち切ったらタンデムでキルをしていくかの。 B 拠点周りの市街地で戦闘が激しくなってますな。ただ市街地だと弾切れになった時タンデムを通すのは難しそうだな。残り1発の APFSDS で1キルをしたいところ。あ、2体切れただけか。何やっているんですかね。タンデム通せる場所に移動しようかね。この辺まで来ればリスから B 拠点に向かっている敵の側面を撃てるやろ。ほれ、見つけた。あ、やばいです、これはやばいです。刺さり方が微妙で課題がしょぼかったやつだな。こっちのある程度の位置は把握していると思うけど。いや、めっちゃ正確に把握されてますやん。運転手さんがオラオラオラ、対空砲で援護しちゃるでー。ありがたみー。は、はよりロードあれ、食らい上がれ、タンデムの雷を。ふぅ、マジで死ぬかと思った5秒前だわ。それを言うならマジで恋をする5秒前な。まだ市街地で戦闘があるみたいだな。お、あそこでうまく耐えているけど敵がいるんかな。それより B 拠点より2隻車両はマップに映っているけどな。その車両は煙幕を巻いて進んだ可能性もあるか。と思ったら普通にやるんかい。これは美味しいやつだな。その後アシストを重ねて、チケット切れで戦闘終了。ってことで WMA301 を使ったけど、中華ツリーにあるか金 T62、T69 より全然強いから、買うとするとしたらこの車両がおすすめかな。DR8.3 でこれだけ武装が充実していると買って損はないな。中国ツリーを進めたい人にはおすすめの車両ではあるね。買うとしたら次は年末年始の割引セールがあるはずだから、購入できていない人はそこで買うとお得かも。ってことで今回はここまで。楽しい、また見たいと思ったらチャンネル登録お願いいたします。ベルマークも忘れずに。さよなら。